はい、こんにちは。偏差値65への算数、今日は角度の問題をやってみましょう。この中学受験さくらのチャンネルは、私滝原沖が塾業界35年間の経験とノウハウを全て公開していくというチャンネルです。よかったらチャンネル登録、そして再生リストにも飛んでみてください。もう少し実力をつけたいなって思った時に、スルスルスルっと実力をつけてくれるような夢のような動画に出会えるかもしれません。さあ、では早速やってみましょう。形も大きさも同じ2つの三角形が重なっています。黒丸で示した角度の大きさを求めなさい。三角足す四角の角の和を求めなさいということですね。まあ、分かるものからまあ入れていけばいいんですけど、まあ条件はこの三角形、さあそしてこちらの三角形も形も大きさも同じ、つまり合同だということです。さあその上で、この65度30度、ここの部分が55度ですと。でこの黒丸で示した角度を求めなさい、ね、じゃあまあ分かるもの入れていきましょうね。65度ですから、こちらの三角形のまあここが65度なんですよね。で65度35度というと180から引くとここも分かりますね、95ですから、これ85度です。さあそしてこちらの三角形も同じように、ここが30度ですから、こちらが30度になる。でこちらが85度の方ですね。さあさらにはどこが分かるかというと、ここが55度ですから、まあ、ここが125と分かって、55と分かって、30、125、ここ、25度ですね、これね。25度。ここが25度と分かれば、こちらも25度です。さあ、ここまで分かったらどうなるかというと、まあ、ここにね、ブーメランができますから、ね、これちょっと覚えておくとね、ブーメランの形があったら、ここに1本線引くと、こことここを足したものがここになって、こことここを足したものがここになります。つまりこの3つを足したらここになります、こうなってますよね、これね。この3つを足したら85度になるはずです。で、そうだとすると、30足す黒丸足す25度が85度ですから、黒丸は、85を引く55、30度ですね。さあ2問目。さあ黒三角足す四角の角の和求めなさい。さあここ黒三角四角、この2つを足したら何度だろうかという問題です。さあそうすると、これもね、ここ65度、ここ30度ですね。でここが85度ですね。でここが85度の角の方で、ここが65度ですね。和が分かればいいわけです。黒三角と黒四角の、個別の角度は出す必要はありません。さあその時に、どう考えていくかというと、例えば、まあ、この原理を使うんだよね、これね。三角形ここと×と丸を足すと、ここが×足す丸になる、ね、等しい。でこれを使うと、この65足す黒三角っていうのは、ここもそうですよね。こう65を足す黒三角ですね。まあ、こちらも65足す黒三角ですけど、あ、黒三角、さあそしてこちらも同じ原理を使うことができますね。ここをね、対頂角で等しいでしょ、この三角形、この三角形もここ足すここはここになりますよね。
30度足す黒四角、こちらも30度足す黒四角でね、どんな風に考えればいいか。さあ、この原理使うんです。この三角形見てください。85度ですよね。ただこことここは足すと何度かはわからないけれども、足すと95度ですよね。だからね、こういう式が作れます。こう65足す黒三角で、これとこれで95度、この30足す黒四角、全部で180180で360度だっていうの分かりますか？いい？ここ65足す三角、95度、30足す黒三角、こういう式ができます。65足す黒三角足す95足す30足す黒四角は360度という式ができるんです。これ足すこれ180度、これ足すこれ180度。ただ65足す黒三角足す95足す30足す黒四角は360ですから、黒三角足す黒四角足す全部で合わせて150180190は360、黒三角足す黒四角は360-190の170度ね。だから2つの黒三角と黒四角の和は170度になるわけですね。三角形があったら、この2つの角度はこのもう一つの内角の外側の角度を足したものなんだと。これもこれを使ったものなんだということですね。いいなと思ったらチャンネル登録お願いします。今日は最後までありがとうございました。では今日はここまでにしましょう。